ええやん、このメバル。まあ、春がね、どんな風に進んでるのかっていうのを見ていきたいと思います。はやみさん、こんばんは。今日はね、メバル狙いにやってきます。フロードイグでね、狙っていくんですけれども、まあ、春がね、どんな風に進んでるのかっていうのを、春告げ魚で見ていきたいと思います。まあ、かなりね、遠浅でガーッと出れるとこからブレイクがあって、そこすごくね、ええ流れ出るんで、今日はここでやってみたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、先発はね、ちょっと大きいやつでいきましょう。アジアダーのプロ。これの明太子ちゃんかな。こうやっていきます。だいぶね、予報と違って、嫌な風がね、吹いてます。まあ釣り場あるあるといえばそうなんですけどね。まあ基本ね、まあ砂地みたいな感じなんですけれども、そこにね、まあ岩がコツコツコツと結構あって、海藻も生えてるような感じですね。流れ出した時の流れ方がまあまあすごいんで、流れ弱い時に釣っときたいなみたいな。もちろん周りは一切明かりもなく、人ももちろんおらず、おった怖いわこんなとこ。野生動物ぐらいしかいないんじゃないですかね。でまあいくら遠浅だとはいえ、これからねゆっくり潮位は上がってきますんで、ちゃんと時間見て帰んなきゃいけないっていうところもあるんで、そんなに長くはやれないかも今日。まあ、最近もねちょくちょくメバル関連の動画アップしてます。まあ、プラグのメバルっていうところに着目した動画多いんですけれども、まあ、ライトゲーム関連中心に動画上げてますんで、まあ、そういった釣りがお好きな方、チャンネル登録まだだよっていう方はぜひチャンネル登録いただければと思います。今からシーズン進んでまだまだ良くなると思うんで、いい動画もお届けできるのかなと思ってます。ぜひよろしく。よっしゃー、食うた食うた。おー、もう全然うんともすんとも言わない中での一匹や。うおー、よいしょ。おー、グッドサイズだ。やったぜ。25ぐらい。ああ、良い。でも良い。よいしょ、一匹目。ええやん、このメバル。目つけ取ったポイント。結構ね、もう行くんにもめっちゃ時間かかるし、釣りできるタイミングも限られ通しで。よし、25かな。これちょっと後で測ってみましょうか。よいしょ。今日からね、ストリンガーにつなぐスタイル。ゴールデンミーのストリンガーなんだけど、どれぐらい使えるかっていうのも今日試してみたいと思います。まあ、さてと、このアジアダのプロですね、こいつで借りました。引き続きこれでやっていこう。そうこうしているうちになんか、風もマイルドになってきて、若干流れが効いてるような、このフロードにかかる抵抗っていうのが明らかに違うね。状況としては悪くないのかな？わずかにだけど左から右に流れている。やっぱいましたか。はい、ちょっとねメジャー忘れてました、すいません。ちょうど指標となるものがありました。このフィッシュグリップと長さ一緒なんですよね、こっから突起まで。なんで、まあ、このフィッシュグリップを測ればおのずとこのメバルのサイズ大体わかるんじゃないかっていうことで、まあでも立派っすよね。まあ、ちょっと次のポイント行ってみたいと思います。ちょっとね移動してきました。場所を大幅に変えたんで潮位の様子がね全然違います。まあ、今来てるんは、まあ、潮を引いた時にだけガッと進めるとこですね。まあ、さっきのところは遠浅だったんだけど、ここはね、まあ、出れるってだけで水深はねちょっとあります。この福岡ブルーローズ使ってやっていきましょう。まあ、ここもね、まあ、流れ聞く場所なんで、まあ、期待はできるかなというところです。まあ、結構歩いてきたんで、まあ暑いな。まあ早速ですけど、左から右に流れてるような、そんな感じがする。まあ、幸いね、風ありません。ほとんど。それに流れも効いとると。まあ、これは食ってきてもおかしないんちゃうかな。とにかく流す。まあ、まずは一匹だ、ここで。うん、ふん。ちょっとね、クリア系反応なしということで、これですね、ピンク、グローバブルガム、アジアダーのシャッド。
まあ気分的にもいろいろ変えていきたいなみたいな感じ。じわっと流れていく感じいいよね。早すぎるとどうしても沈んじゃったりするんだけど、適度な流れがいい感じ。カメラ止めてる時によくヒットするね。困ったよ、困ったメバルちゃんだ。よいしょよいしょ、立派なメバルちゃんです。太鼓あるね。まあさっきの25センチに比べたら少しだけ小さいかな。24センチってとこか。とりあえず今したね。ちょっとGoProの電池残量が心配だったんで、止めてたらこんなことに。でも割と手前でね、食ってきたんですよね。いい感じだ。ウレッピー。これやね。グローバブルガムのアジアダシャッド。だから、まあ、23ぐらいかな。23ぐらいでしょう。まあ、立派なね、太鼓です。ありがとう。はい、じゃあ次ワームからもうプラグに持ち替えてめっちゃ浅いところ攻めていきます。まあ去年のね実績ポイントでもあるんでね、まあ、どれだけここが春めいてきたかっていうのをねプラグで早速見ていこうと思います。私といえば愛すべきオルガリップです。これ43ですね。アミボールちゃん、こいつでスタート。まあ時間もねそこまでないんで、プラグ編はねちょっと短時間で終わるかもしれない。頑張っていくよ。まあ、この動画投稿はねちょっと先になると思うんで、現状まだ目立った超過情報出てないんだけど頑張ってきます。まずは何はともあれ投げな始まりません。めちゃめちゃ浅いけどこいつで結果出して、あといろんなルアーまだね動画撮っていきたいと思いますね。とにかくおマジ？いきなり釣れちゃったよ。びっくりした。よいしょ。もよーし。お。わお。やっぱ信頼度ナンバーワンは伊達やないで。まあ、25ないぐらいかな。24とか、そんなもんやと思います。いきなり釣れたよね。いいメバル。びっくりびっくり。えへへへ。二投目よ。二投目。いや、やっぱオルガすごいわ。まあ、ちょっとね、なんか離そうとした時、リーリング弱めたら、パコーン来て、おうおうみたいな感じ。まあちょっとは上向いてきたのかな、メバルも。感謝っすね。結構立派ちゃん。メバルボーイ。ご立派であります。これで、24.5 とかそんなもんかな。立派じゃん。あざっす。いや、いきなりビビったな。春が来た。オルガリップです。まあ風もそよ風程度、海面はねないでて静かな感じにしても、さっきのバイトちょっとビビった。最近の傾向で言うとね、幸先よく一匹釣れるじゃないですか。あと続かないのよ。ちょっと信じられないかもだけど、でも魚がいるってことが分かってちょっと安心したよね。はい、皆さんお疲れ様でございます。まあ、家に帰ってまいりました。まあ、今回はね3匹ということで、まあうーんって感じの超過でしたが、まあ、サイズはね25ぐらいのが2つで23かなっていう感じで、まあ両型が、まあ、釣れてくれたんで良かったかなっていうところですね。プラグでね幸先よく1匹釣ったはいいものの、あと続かないっていうね、まあお決まりのみたいな感じになってはしまいましたが、まあ、もっと春進むにつれて魚も元気になってくれることを信じて頑張ってやっていきます。また今後に春の海に期待しましょう。ということで今日はこれで終わります。バイバーイ。